トギモチセカンドです。今日は私が最近愛用し始めたティントをご紹介したいと思います。やっぱり私食べる動画やってるんで、できるだけね落ちないねティントとかリップとかねつけたいなって思ってて、ずっと探してたんですけど、なんかインターネットで動画が出てて、なんか女の人が塗ってそのまま真っ白いソフトクリームをガボッと食べるんですよ。そしたら普通のティントとかリップだったら真っ白いソフトクリームに口紅の、ね、色がつくじゃないですか。なんか全然ついてなくって、でこっちもね全然落ちてなくって、うわこれ買わなきゃと思って、それがねこちらです。ロハセルっていうののポップドロップシャインティントで、私はね2色買いました。こっちがピーチドロップ、こっちがベイビードロップっていう色です。私はまだこっちのピーチドロップしか使ったことがないんで、ベイビードロップまだわかんないんですけど、どっちもね色が結構良さげだったんで、見た感じちょっとつけてみようかな。いつものやつこっちつけます。こういう色ですね。結構色私的に気に入ってます。これがピーチドロップです。でね、肝心の落ち具合なんですけど、他のティントよりは比較的落ちにくいかなって思いました。まあ最近の私の動画見て、あ口紅の色全然落ちてないなって思った方はこれ買ってみてもいいと思います。私はネットで買いました。以上、私の最近の愛用ティントのお話でした。